平安時代の奥州の豪族で、不朽の長とされる安倍氏は、中央豪族、大彦の命光栄の安倍氏につながる系図があるものの、長曽根彦の兄で東北に落ち延びた安倍彦の末裔という家伝があり、また、不朽という説もある。安倍氏は、東北各地の豪族たちと姻族関係を結ぶ形で勢力を増していき、頼時の第二最盛期を迎えたが、その子貞と宗戸浦兄弟が、永正6年1051から康平5年1062の前9年の役で、源頼義、清原の武則ら朝廷側に敗れ、宗戸は、はじめ、伊予国、ついで筑前国宗像に流された。その三男末頭は、肥前国松浦に行き、松浦頭となった。元内閣総理大臣安倍晋三は、この松浦頭安倍氏の子孫だとされる。11世紀の初め頃、陸奥の奥六郡は、有力豪族の安倍氏が、反独立的な勢力を形成し支配していた。安倍氏は、中央豪族、大彦の命光栄の安倍氏につながるとするものなど、多くの説があるが、ここでは、越国から、蝦夷政党に奥羽に入った安倍平府の一族が、蝦夷を従い同化したものではないかと考えている。いずれにしろ、朝廷からは、不朽の長として、奥六郡の支配を黙認されていた。しかし、安倍頼義の時の11世紀の半ばには、安倍氏が朝廷への抗争を怠る状態となった。永正6年1051には、陸奥の神藤原成遠が数千の兵を出して、安倍氏の討伐を試みたため、頼義は、不朽らを動員して、衣川を越えて国画領へ侵攻し、鬼切れ部の戦いにおいて国府側を撃破した。この鬼切れ部の戦いでは、秋田城助の平重成も国士軍に加勢したが、安倍氏が勝利し、敗れた成遠は更迭され、河内源氏の源頼義が、後任の陸奥の神となった。永正7年1052、朝廷において、上等門院藤原顕子の病気回復祈願のために、安倍氏に大赦が出され、頼義に関する罪も許されることとなった。頼義も、恭順の世を表し、陸奥の神に赴任した源頼義と名の読みが、同じことを遠慮して、頼時と改名した。源頼義の陸奥の神としての任期が終わる天启4年1056、頼義が伊沢城から国府の多賀城に戻るために、阿久里川の河畔に野営していると、密かに頼義の元に密使が来て、頼義配下の藤原光貞と元貞が野営していたところ、領地にあって陣馬に損害が出た。との情報が伝えられた。光貞は、その理由として、以前に、安倍貞と頼時の嫡子が、自分の妹と結婚したいと申し出てきたが、自分は、安倍氏のような卑しい一族には妹はやれないと断った。だから、今回のことは、貞党の仕返しに違いない。と、頼義に答えた。そこで怒った頼義は、貞党に出頭を命じたが、頼時は、貞党の出頭を拒否し、安倍氏と朝廷の戦いが再開されることとなった。この時期の奥州は、安倍氏を中心とした緩い支配のもとにあり、中央官人らも、安倍氏と姻戚関係を結ぶことで、不要な争いを避けるようにしていた。伊豆の八竜城の平の長平は、安倍の頼時の娘婿だったが、
国府軍として源頼義のもとに参陣していた。しかし長平は陣中できらびやかな銀の兜をつけていたのが敵軍への通帳であるとの残念を受け、これを信じた頼義は長平を殺害した。長平と同様の立場だった後の奥州藤原氏のその藤原常清は、類が自分に及ぶと考え、偽情報を発し、頼義軍が多賀城に向かう間に安倍軍に帰属した。戦いは一進一退で、源頼義は、その戦況打開のために、天禧5年10575月、安倍氏攻撃策を講じ、配下の気仙郡司金為時義社として、安倍富忠ら津軽の府州を調略し、味方に引き入れることに成功した。これに慌てた頼時は、7月に富忠らを思いとどまらせようと、自ら津軽に向かうが、富忠の伏兵に攻撃を受け、深手を負い、懲戒策にて死去した。頼時の後を継いだのは貞藤であった。源頼義は、同年9月、朝廷に頼時戦死を報告するも、論功行賞を受けることができなかった。11月、頼義は、再び、陸奥国府の多賀城を出撃した。この時の頼義の兵力は、最大に見積もっても、国衙の兵2000名程度と、傘下の武士500名ほどであったと推測されている。安倍軍は、一ノ関の川崎柵に4000名ほどの兵力を集め、一ノ関の木の実の地で国府軍と激突した。当期の遠征で疲弊し、補給物資も乏しかった上に兵力でも劣っていた国府軍に安倍軍は大勝し、国府軍は多くの武将が戦死し、頼義自身は長男の義家を含む7期で辛くも戦線を離脱した。その後、源頼義は、出羽の清原氏を抱き込み、反撃を開始することになる。